無限諸説あり。エナジードリンクが急激に流行ったのってなんてか知ってますか？エナジードリンクが急激に流行ったのはなんでか。急激に流行りだした理由。まあこれ諸説あるんですけど。はいはいはい。最近日本って結構オタク文化っていうのが受け入れられたんですよね。うんうんうん、受け入れられだして結構街の広告とかでアニメとか見るじゃないですか。でオタクっていうのは何が好きかっていうと、なんかちょっと違うことしてる自分かっこいいっていう思いがまあみんなあるわけなんですよ、はい、でその中の一つとして、まあ、お酒は飲めないんですよね。オタクはお酒なんか飲めないし、友達もいないから、その飲む友達もいない。じゃあどうするかっていうと、エナジードリンクを見つけるわけなんですよ。エナジードリンクのこのグッて飲んだ時のカフェインで気分が高揚するような、であとなんかこうエナジードリンクっていう名前の響き、そういうのもあって、まあ、オタクは飲んでて、でまあ日本がこうオタク社会になっていくことにつれてみんながそれを飲み出すんですよね。だからこう爆発的に、こうしもびやったエナジードリンクが爆発的にバンって流行ったんですよ。オタクが意気がって飲み始めたのが広く普及し始めたっていうこと。そうですね。わかりました。諸説あって他にも説があんねんけど、男って男だけが好きみたいなものを好きやん。男女ともに好かれてるものよりこれが男やなっていうものを好む傾向にあるやんか。エナジードリンクの前にそのエナジードリンクが今いる場所にあったものって何かわかる？コーヒーやねん。はいはい、ただコーヒーはスターバックスというやつが女子に広めてしまった。それによって男女共通のなんか飲み物になってしまった。そこで男はこれが男だっていうのを欲してたところに現れたのがエナジードリンクドン。これで男はこれやと、これが今必要なんやっていうので飲み始めた。そうすると流行った。これがエナジードリンクが流行った理由です。まあ諸説あるんですけど、はい、エナジードリンクってまあ急に流行ったわけじゃなくて、徐々にこう火がついてっていつまにか今の地位になってるっていう商品、うんうんうん、まあ流行り始めたの、流行りがあったんですけど、これまあ有名なサブリミナル効果っていう風にして、はい、無意識のうちに人に吸い込ませる CM としてっていうのをやったのがエナジードリンクなんですけど、映画ね、うんうん、映画大ヒット映画の中にそのサブリミナルのエナジードリンクのサブリミナル要素を入れて、徐々にどん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 その映画を流すことによって、でそれで今爆発的なこう人権を得て今みんないろいろ飲んでるようになってるっていうところですね。最初はもうサブリミナル効果から始まったっていうのは有名な話で、はい、何の映画で流れたんですか？タイタニック。まずは一番最初タイタニック。タイタニックどっちか。いやでもサブリミナル効果だから最初から最後まで間に入ってるよ。そう、 CM とかじゃなくてサブリミナル効果で隙間にこう小回りながら入れてるって。まあまあそういう説もありますよね。まだ他にも説があって、まあエナジードリンクって結局何のために飲むかって言ったら眠気覚ますじゃないですか。コーヒーとか、まあリポビタンデーとかカフェインたくさん入ってるんじゃないですか。でもそういうのって子供飲めないんですよ。リポビタンデーはちょっと成分強すぎて、でコーヒーっていうのはちょっと苦味が強いと。じゃあどうするかって言ったら、そのダブダブに砂糖を使ったエナジードリンクを代用品ですよね。ほんまはもっと効くのがあんねんけど、それをちょっと代わりに弱くしたやつやけど、カフェイン弱くしたけどみんなが飲みやすいっていうので、でエナジードリンクを作って、でそれが子供に爆発的に流行って、そのまま浸透して日本中にみんなが飲み始めたっていう。はい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 、はい、いわゆるエナジードリンクは栄養ドリンクとかコーヒーのマイルド版とかですか？そうですね。死者が出てるんですけど、これはやっぱマイルド版って言えるんですか？これってもちろんもちろんもちろん、だってそんなコーヒーでもカフェインもっと出てますから。まあ眠気覚ましじゃないですか、いわゆる。はいはいはい、はい、うん、だから別にエナジードリンク飲んだとしてもどうしました？でも死者が出てるんですよね。死者が出てるの？出てます。え、だってカフェイン取ってることに変わりないですから。でも子供向けなんだよ、死者出るけど、うん、まあでも、まあ、だいやそんな遊具とかもうそんな回転するぐるぐる遊具なんて子供死んでるじゃないですか。わかりました。いろいろ流行った説っていうのはまだあって、まあ、これはちょっとダークな説にはなんねんけど、レッドブルが、最初に流行ったのって、社会人に流行ったのよ。それはなんでかっていうと、ヤクルトレディって知ってる？わかりますわかります。会社の中でヤクルトを売る人。はいはいはい。レッドブルはそこに目をつけて、会社でそれ売ろうと。でも、そんな許可してくれるとこなんてないやん。どうしたかっていうと、
またいわゆる総務課とかに女を送って契約を結ぶと。それがレッドブルレディって言われてる。何でもやらせてくれる女やねんけど。いたやろ、あの、駅前でさ、こんな、すっごい格好して、当初。あ、いたいたいた、配ってる人いた。ただで、しかもただで。あれは、ただで配って、あの、市民に広げるんじゃなくて、こんなエロい女がいますよっていうサンプルを街で一回ばらまいた後に、会社に行って、契約したらこれとやれるけど、会社に配らせてくれへんって、なったのが始まりなんですよ。そこで爆発的にドンと、レッドブルが流行ったんですよ。じゃあそれで、あの、会社の中で流行るのはわかるんですけど、実際にスーパーとかで多く並び始めたのってなんでなんですか？結局、そのレッドブルの味が、馴染んできて、それなら家でも飲みたいとか。うん、ああ、なるほど。それがきっかけなんだ。うん、それきっかけで、知名度を広げたって。レッドブルレディがね、広げる。そうそう。レッドブルレディたちの頑張りによって、じゃあ、広がってきた。なるほど、なるほど。わかりました。まあ、諸説あって、まあ結構みんなが思ってる説とは違う説かもしれないんだけど、うん、エナジードリンクってまあまあ、あの、実は昔からその元になるのが日本にあって、海外から入ってきたんじゃなくて、もともと日本にあって、栄養がたっぷりの甘い飲み物。ね。うん、っていうのが浅草の方で売られたんだって。有名な、あの、それ作った人がいて、エナジーって言うんだけど。エナジーさん。エナジーさんでエナジーって言うんだけど。そういう人が作った甘い飲み物がもうあって、文献にもこれしっかり残ってるんだけど、はいはい、あの江戸時代に浅草で大ヒットしたと、うん、で一回その歴史も作り方とか忘れ去られちゃってなくなって何事もなかったになるんだけど、また海外からそれ来るわけよ、エナジードリンクっていう名前で。あ、うん、すると日本人にはやっぱどっかに馴染みがあるから、昔そのなんか遺伝子 DNA かなんかに刻み込まれた部分があるから、あ、これはってなって、懐かしい味だ、なんか懐かしい味だっていうところからもうあっという間に浸透して、それであっという間に今のこの日本での地位を得た。だからもともと日本にはあったっていう似たようなものが。あ、じゃあ人がもともとエナジードリンクの味を知ってたってこと、うん、日本人にはもともとその好き、日本人の好きな味だった、もともと。エナジーっていうのはいつの時代の人なんですか？まあ、あの、江戸時代末期だね。江戸時代末期、幕末の頃ですね。平賀源内やん。平賀源内ではない。ああ、なるほど。わかりました。まあ、他にも諸説ってあるんですけど、はい、うん、まあ、岩城さん、まあ、今ご存知の通り日本って少子高齢化じゃないですか。で、大人がすごい多いんですよ。じゃあ大人が多かったら何があるかっていうと、立たなくなる人が多いんですよね。はいはいはい。夜の生活ができないと。で、ある時岩城さんも知ってると思うんですけど、あのレッドブルって一時期あの牛の精子が入ってるっていう噂広まったんですよね。聞いたことないですけど、はい。あ、ほんまですけど、結局マジでこれ外国のレッドブルにはほんまに牛の精子が入ってるみたいな情報が出回ったことがあって、はい、でそれを聞いた大人たちが精力剤かなんかなんかなって勘違いして、それをたくさん買い占めたんですよ。はい。そうそう。で飲んで、で結局エナジーなわけですから、まあ行くわけですよね、下半身にも。はい。じゃあこれ本当に効果があるんだって言って、こうみんながやって、少子高齢化の日本だからこそエナジードリンクが流行ったんですよ。これ僕今あのモンスターエナジー飲んでるんですけど、あんまり来ないんですけど、これ僕が ED かな。重度の ED ですね。じゃあすぐ病院に行くことをお勧めします。そういう成分が入ってるのって自分はあんまり聞かないんですけど、はい、あー、知らないで育った感じなんですね。知らないで育った。うん。結構入ってるんですよ。だからそのなんつうか、で夜ギンギンにみんななりすぎて、レッドブルの会社の方がちょっとこれ抜いた方がいいかなっつって抜いたんですよね。今は入ってないんですか？そういった、今はちょっと抜けましたよ。ちょっとこれは僕怪しいですね。ちょっと。ちょっと僕これ怪しいですね。アウトってことですか、じゃあ。え、アウトってこと？わかる、ギリギリセーフにしよう。ギリセーフでいいですか？わかる、じゃあギリセーフにしよう。おー、マジか。まあ、この説もじゃあ教えてあげんねんけど、日本人って色違いが好きやん。ポケットモンスター赤緑とか。まあ確かに、はいはい。最初レッドブルが来た時みんなレッドブルーやと思って、赤と青同時にこのお得感で流行ったっていう説があるんですよ。お得感？はい、レッドとブルーが一本に。ポケットモンスターレッドグリーンなんて今まで出てないやろ。出てないです。金銀って言って一本のソフトになって出てないけど、レッドブルは、レッドブルー、一本でレッドとブルーが飲めるっていうお得感で、流行ったんです
すいません、ちょっと意味がわからない。すいません、ちょっと、僕には難しいかな。ちょっとわかんないです。アウトってことですよ。アウトってことですよ。ちょっとアウトです、これは。ちょっと怖かったですね。怖かったです。何言ってるかわからなくて怖かった、本当に。大阪の人ってさ、目が細い人多いやん。なんでか知ってる？いろんな説があるんだけど、やっぱりその朝鮮半島の血が入ってるっていうのが有力な説で、朝鮮半島韓国人とかの人ってみんな目が細いじゃんか、うんうん、でもともと在日朝鮮人が一番多いのってその大阪とかあの辺なんだけど、まあ、文化のつながりがすごいあったんだよね。近いし位置距離的にも、そういうところでまあどんどん広まっていって、まあその朝鮮半島の人とのこのまあ血が入っていくとやっぱ目が細くなっていくっていうところで、まあ、大阪の人は目が細い人が多いって言われてる説は。ああ、なるほどね。これはちょっと一部の界隈で有力な説されてるんだけど、大阪の人たちってあの昔ね、有名な弓の使い手のね血筋があるんですよ。でその戦でとてもすごい戦果を出した人たちが大阪にはたくさん住んでて、まあ、そのしたたかさから来るあのその目の鋭さがあるんですよ。だから大阪の人たちってみんなものすごく強いんですよ。どういう大阪は商人っていうのをよく聞くけど、弓の使い手が多かったんや、はい、そうですね。まああんまりこれは明らかになってない説なんですけどね。まあ他に諸説あるんですけど、やっぱ大阪ってなんか舐められたら負けみたいなとこがあるんですよ。大阪なんで、ん？大阪が？うん、おう、やっぱ舐められたら負けやなみたいな関西魂っていうのがあるんですかね。だからこうすごい相手ガンつけるんですよ、こうやって。これでずっと歩いてたらだんだんこう進化でこれ馴染んでいって、でその子孫にこれが反映されて目が細い人が多いんですね。あ、僕全く逆の説聞いたことがあって、うん、大阪って笑いの街じゃないですか、うん、すごい笑顔が溢れてみんな笑い好きでね、で笑うとは、うん、ってこの風に目が細くなるじゃないですか、ニコって笑うと、うん、それがもう根付いててみんなにもうずっと子供の頃から進撃見て笑うとか、ナンバーグランドカゲスで笑うとか、そういう笑いをニコ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 してるうちに自然とこうやっぱ笑顔が板につくというか、ハマって目が細くどんどんなっていく人が多いという風な説は聞いたことありますね。はいはいはい。ですね、これはですね、結構その昔の1900年代ぐらいの気象上のデータから観測した結果から想像されたこの大阪の人たちの目の細さなんだけど、はい、あのね、大阪ってあの地域だけあのオゾンホールっていうのができてるんですよ。それでものすごく紫外線が強い。はいはいはい。でそこに住んでるそこの地域だけ、まあ、どういう理由かちょっといろいろな説があるんですけど、そこだけすごく紫外線が強くて目を開けてられなかったんです、そこの人たちは。そこでみんな目を細めて生活していくうちにだんだんまぶたが腫れぼったく発達していって、大阪の人たちは目がみんな鋭く引きつけられたって感じです。なるほどなるほどなるほど。まあ僕も諸説あるんですけど、はいはい、まあ、さっき曽根さんも言った通り大阪って商人の街じゃないですか、はい、だからお金が大好きなんですよ。うん、うん、曽根さんこれ見てください、僕の目元、これ漢字の1っぽくないですか。おお、そう、これだからお金を好きすぎて、よく漫画の表現って目がお金のマークみたいなあるじゃないですか、円マークドルマーク、円マークとかドルマーク、その人間ができるわけないんですよ、うん、現実の、おうおうおう。だから大阪どうしようかって言ったら、じゃあこれで1万円の1を表現しようって言って、だからお金の代わりこれ1万円の1のことなんですよね。でそれやってたらずっとこうなっちゃったっていう。いや円マークとかもさ、漫画の中ではさ、やりたい時にやるもんじゃなくて、うん、なってるもんやから。そうです。そうです。あと大阪それもお金好きすぎて、蛇のあれ抜け殻みたいに入れるじゃないですか、脱皮した皮って。あれと一緒で、ずっと目を位置にしとけばお金貯まるみたいなこともあったんですよね。あ、おまじない的なこと。うん、そうそうそう。位置はお金なの ?1 枚の位置。なんかちょっとやばいな。やばいな、これな。やばいよ。これやばいな。これまずいな。だからもうちょっとやっぱ理論武装しないと。一押し。もう一押しないと。疑問に思われる。一問の位置でもありますからね、でもこれは。ちょっと意味わかんないっすね。僕目を閉じてるっていう話なんかしてなくて、目が細いキリッとしてる理由を聞いてるのに、でも目を閉じてるみたいな説明をされたから。いや、閉じてるんじゃないですか。だってこの状態、でも閉じたら見えないじゃないですか。だからちょっと開けるんです
うん、だからそれ、そんな顔してる人大阪にいないから。女性ってなんであんな年上が好きなんですよね。まあこれは、その質問がちょっと勘違いで。はい。女性が年上好きなんじゃなくて、男性が年下が好きやね。だから、相対的に見て女性が年上を好きに見える。ただそれだけの話。なんで女性が、男性が女性、年下の女性好きかっていう説明もした方がいいか？若い女の方がええ体しとるからやな。綺麗やし。もう土星論。なるほど。問題発言だと思う。グーの根も出ないですけどね、それは。まあ、ちょっと生物学的な諸説があるんですけど、生物学的に言うと、はい、やっぱ女性の方が体の発達が早いんですよ。これなぜかっていうと、子供を産む必要があるから、若くして。若いうちに子供を産んだ方がいいから。だから女性ってもう本当に生理が始まると子供が産めるようになるわけなんですけど、その時に見て、同じ年齢の男ってまだ弱いんですよね、発達が。女性に比べてまだ。発育が必要ないと。だったら、年上の男性、年齢が上の方が子供を作るには適した相手であると。生物学的にも、まあ今だとやっぱ収入面的なところもありますけど、そういうところで女性ってだから、やっぱり自分よりその生物学的に子供を産みやすい異性を選ぶっていう傾向が強いので、まあなんで、はい、年上の男性やることが多いと。まずいな。出尽くしたな。あれまだ岩切君出してないぞ。出尽くしたなって。岩切君に回ってくる前に出尽くしたこの理由。早くオーソンホールに穴開けろって。特別な説で、まあ、都内の、まあ、大体どれくらいかな、1000人くらいの女性に聞いてアンケートを取った結果で、うん、なんですけど、まあ、女性がどうして年上の男性が好きかというとですね、まあ、子供の頃から学校に行っていろいろ教えてもらう、まあ、先生って大体8割以上男性じゃないですか。年上の男性にいろいろ教えてもらったり、リードしてもらう。そういう場面がとても多くて。で、それでやっぱりその同い年の男性とかだと、とてもどうしても子供に見えてしまう。それで自分より上の立場のリードしてくれる存在、まあ、立場が上の存在に、まあ少なからず、まあ憧れっていうのが必ずあるものなんです。そうした結果、女性っていうものは年上の方が好きだっていう結果が出てます。へー。まあいろんな説があんねんけど、はい、女性って、マウント取るのが好きなの。女性同士で、うん。その時に自分の彼氏っていうものを持ち出してマウントを取ると勝ちやすいの。その時に何がマウント取れるかって言ったら、であったりとか、お金を持ってる。から、いろんなとこにデートに連れてってもらえる。とか、マウントを取りやすい条件を持ってるのがやっぱり年上なんですよ。はいはいはい。だから年上を好きになるんですね。へー。なんか最近の研究で分かった説なんですけど、うん、女性ってなんか年下の男性のことがなんかぼんやりしか見えてないんだって。おで、年下の男性の方がぼんやりで、年上の男性の方がはっきり見えてるんだって、この目の構造で。うん、俺らはまあ男だから分かんないと思うけど、うん、だからより目につきやすいというか、年上の男性の方が好きになりやすい。よく見えるからね。人体の構造として自然と年上の男性を選ぶようにできてるらしい。そう、興味が出ないんです。なんか気づきにくいというか、気づきにくいんです。あのコントラストな色の濃さみたいなものあるじゃないですか。僕らが見る家の薄さ濃さってあるじゃないですか。はい。そのコントラストがちょっと違うように見えるんだって。年下と年上で、年の方が綺麗に見えるとか、意識とかじゃなくて、そうそう、あ、もう色自体が、見え方自体がもう違う。目の構造と脳の構造で。え、じゃあじゃあ年上女性からしたら、ここのみがもう背景とかきっくり色あんのに、ここのみがぼやーんって見えるってこと。そんなはっきりとはぼやんじゃないよ。そんな俺らが思う、ぼやけてるとかって感じじゃなくて、ほとんど誤差。ほとんど誤差ぐらい。だから、うん、無意識のうちに訴えかけてるわけよな、その、なんていうの、目の見え方に。年上の方が、そう、なんか、に見えるな。じゃあ、それはなんでなんでなんですか。それはなんでなんですか。まあ、それはまだ研究の途中だから分かんないみたいなんだけど。分からんの。いや、じゃあ、ダメじゃない。いや、目の構造でも分かってるわけだから。そういう構造になってるっていうのは分かってるわけだから。で、それで年上選んでるっていうデータが出てるわけだから。いや、それ意味わかんない。なんでそういう構造になってるのかっていう説は違うやん。なんでそういう構造になってるのかっていう説は違うやん。なんでかは知んないけどって。いや、なんでかはまだその研究都市の説ってあるやろ。今の話は女性がなぜ年上選ぶかっていう話。いや、無理じゃん。それは無理で。いやいや、マジ、これはおかしない。いや、それはちょっとダメです。いや、無理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 。アウトです。いや、アウトじゃないですよ。それおかしいですよ。
アウトじゃないですよ。アウトじゃないよ。もうアウトって言われたらアウトなんだって。女性の目の構造がなんで違うのかっていう質問だったんですか、今のって。女性の目の構造が男性違うのはなぜですかって、その説を述べてくださいって説だったんですか。違いますよね。審判、審判が、審判クビにするってことですか。クビにします。審判として不適合。チャンピオン強すぎるだろう、ちょっと。ちょっと何言ってるか。審判としてやっぱちょっと。出し方がおかしい。ちょっとやめてもらって。審判より権力あるんですか、チャンピオン。審判やめてもらって。え、つえ。つえ。初代、チャンピオンのなり方ってそういうなり方やったの？負け、関ヶ原さんの負けですんだから、今回。今回で言うとね。片膝ついてないってこと？全然負けてない。全く、だって今おかしなこと一個もなかったもん。関ヶ原がイチャモンつけて変な方向でね。イチャモンつけ、俺は被害者、どうして被害者イチャモンつけられた？意味わかんない。どういうんですか、ちょっとよく分かんなかったんですよ、塩崎さん。全体的になんか。あんまピン、僕はピンとこなかったんで。うん、アウトですね。まあ、アウトじゃないですよね。何回も言ってますけど、これがアウトだとしたら、このゲームが破綻しているので。チャンピオン強いな。なるほど。なるほど。じゃチャンピオン権限でこれは続行っていうこと。もちろん。なるほど。じゃあ、岩切さん。はい、じゃあ私ですね。はい。まあ、ちょっとそいつさんの説に似てるんですけど、まあ、女性って身につけてるもの、自分の管理下にあるものっていうのを、まあ、自分のステータスとして見るっていう習性があるんですよ。はいはい。収入だったり、あとは自分はこういう高級なものを持ってるよっていう中で、自分の配偶者、または彼氏の年齢っていうものが大きく上がってるんですよ。でもだん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 その年齢が、その1950年ぐらいからだんだんその高くなってるんですよ。最初は自分の同年代または同年代よりちょっと上だったんですけど、今はまあ10歳上ぐらいになってて、で今2022年なんですけど、まあ予想だとまあ大体2030年ぐらいにはだいたい自分の年上の好みの男性が50歳年上になってしまうっていうデータが出てますね。あ、そうなんですね。そうですね。まあ女性が、まあだんだんその、年上好きになってきてるっていう。まあ統計が、まあ、大体まあ近年、まあ50年ぐらい前から少しずつ、少しずつ上がってきてるっていう感じです。へぇ、まあ、それがまあ今後どうなっていくかはちょっとわからないですけどね。なるほど。うん、まあ諸説あって、うん、なぜ女性は年上を好きかっていうのには2つパターンがあって、うん、今回は1つ紹介したいと思うんだけど、少女って大人に見られたい欲、ボガンの早く大人になりたいとか大人扱いされたい、それを満たしてくれるのが年上彼氏なわけ、うん、その年上の彼氏と同等のタメ語で喋れる関係であること、交際することによって自分も大人になったと勘違いできる、ここから年上がいいって思うようになるんですね。なるほど。おまけでもう一つ教えてあげるけど、いいですか。もう一パターンはちょっと年を重ねた場合、女性って若く見られたいと、若くあろうと思うようになるんです、いつからか。ちょっと前までは大人に見られたい、大人に見られたいと思ってたのに、急に若作りを始める。そういう時に年上の存在がいたら、年ってずーっと一緒に上がっていくから、常に年下でいれるんです。この幅をずっと保ってくれるのが年上彼氏なんですね。常に年下として扱ってくれる。はいはいはい、これも諸説あるんですけど。はい、まあ、アメリカの研究チームの研究で分かったことなんですけど、女性って年上って言うと気持ちいいんだって。え？うちの彼年上でとか、年上と付き合ってるのっていうたびに快楽神経が刺激されて快感が走ってて、そういう意味が、そういう意味の言葉が、その響き、言葉の響き、年上っていう言葉が、音がってこと、そう、音がってこと、年上って自分とか言ったりとか言われるたびに快楽感神経が刺激されて気持ちいいから、うん、選ぶ。だから無意識限りでその気持ちよさを求めて選んでるのが年上を、言いたいから、自然と言いたいからです。あ、年、言いたいから、言いたいから、より言いたいから、より言った方が気持ちいいんだもん。だって年上って言うことあるかな、うちの彼年上でとか、年上と付き合ってとか、おおってなんだ、おおってくるんだ。そう、自分でもおお、自分でおおってきて、聞いてる方もおおってくる。それは、無意識のうちに年上って言うと気持ちいいなっていうのを理解してるんですか、その本能で。まあ、なんとなくみんなも気持ちいい言葉ってあると思うんだけど、響きがいい言葉とか耳障りのいい言葉とかあると思うんだけど、まあ、女性においてそれが年上っていうことね。それ行動につながるんですね。まあまあまあ、意識、それは。部屋で一人で言っとけばいいとか。じゃなくて、その行動に移すことにはなるんですよ。より人に多く、人がいっぱいいる場所で行った方が気持ちいいっていう研究結果がデータとして出てるから、たくさんの人のところで言えた方がいい。だから仲間内とか、女友達が集まってるところとかで
人で行ってもあんまり刺激はされない、刺激はされないみたいな。年上って言ったら、うん、気持ちよくなって、ちょっと気持ちよくなって、すげえ、ちょっと濡れる的なところがあるんだ。ああ、そうなんや。うん、だから、なるほど、なるほど、なるほど。方がそうなんです。これ、こういう説もあるんですけど、まあ、男性特有の匂いっていうのがあると思うんですよ。まあ、男性と女性で、体から出る皮脂、うん、皮脂の分泌する割合って全然違うそうなんですよ。うん、男性の方が5倍ぐらい皮脂が多く出る、まあ、皮脂の匂い。それが加齢臭と呼ばれるものだと思うんですよ。はい、その加齢臭って女性が嗅ぐとすごくリラックスするフェロモンが混ざってるんですよ。うん、でそれって年齢を追うにつれてだんだんその分泌の量って多くなって、まあその分泌されるあの特有のフェロモンによって女性は落ち着く人を求めることによって比較的年上の男性の人が好きっていう女性の方が多くなるっていう統計の結果が出てるんですよ。20前半の方ってあまり加齢臭とかないですよね。それがですね、あの男性よりも女性の方が嗅覚ってすごく鋭いんですよ。はい、はい、まあ多分それって結構わかる人いると思うんですけど、まあ例えば実際に匂いがしなくてもわかる。あ、フェロモン。そう、フェロモンっていうのは、ね、実際その嗅覚として、あ、こういう匂いがする、それとはちょっと違って実際その体の脳に作用する。じゃあ一番モテるのはその一番加齢臭がきつい時期の方。まあそれはちょっと個人差ですね。きつすぎたりすると、あ、ちょっときつすぎるかもっていう、まあその辺は個人差ですね。まあ例えば年下の人が好きな人もいるでしょ。まあそうですね。うん、だからまあ人によっての個人差はあります。なるほど。はい、あのこれはですね、うん、説というか諸説というか、悪しき日本の文化であり風習を洗脳として扱っているとある会社のせいなんですね。はい、セーラームーン、うん、あのアニメを作ることによって少女たちは目を輝かせてタキシード仮面様がいいと言うんです。そこから女性は年上がいいんだと思うようになってしまうんです。これはですね、陰謀です。おじさんたちが女の子たちに興味を持ってもらいたいから、物心をつかない女児たちにそういう洗脳の映像を流す。これがですね、まかり通ってていいんですか。はぁ、じゃあそう、見てない子たちはなんで年上が好きなの。見てない子たちは好きじゃないです。あ、今で言うプリキュアもそうですよ。プリキュアもパートナーである男性たちは全員同い年じゃないですよね。ちょっと大きい大人たちが出てきてドキドキさせる、これね、悪い風習ですよ。おじさんたちの偉い人たちに興味を持ってもらおうとする、これ接待を真ん中のアニメを作る人がやってるんですよ。確かに。こんなことでいいんですか？でもプリキュア見てない人はなんで年上好き？プリキュアみんな、女の子ならみんな見てるんです。見てるんや。見てるんや、プリキュア。全員見てます。セーラームーン、プリキュア全員見てます。でも、セーラームーンとプリキュアの間に何もない期間ってか、セーラームーンとプリキュアの間の何も。お邪魔女ドレミもいます。お邪魔女ドレミって女男性出てきた。出てきます。誰ですか、それ。あの緑のおじさん出てくるでしょ。めったにおじさんにならんや。しかもそんなに別になんか関わってなくないか、もじゃまじゃたくしょ。マスコットやん。そういそう。ナターシャみたいなアニメもありますよね、間に。ナージャナージャってでも、どれだろう、どこなのかな、あ、パートナー。ナージャは僕は見てないのでわかりませんが。そういそう。はい。ね、危機迫った感じで言えば何でも通ると思ったら間違いなんですよ。そうやってあなたも上場を狙ってるんですね。そうだ、こうやって男性社会が生まれていくんだ。今すぐやめさせたい。この声はなぜ届かないのか。男のオスがチンポに脳を洗脳されてるからです。怖い、やばいな、これ。人間です。我々は動物じゃないんです。これやばいな。諸説考えてみて。これ怖いな、目ギラギラ。怖えよ。もう諸説で埋め尽くされて、支配されてるなんかに。そういったものを見ていいですか。日本国民の皆さん。諸説、あなたはアウトです。アウトは私ではありません。アウトなのは、年上男性たちです。目を覚ましてください、皆さん。めちゃめちゃ怖い。